現在西条副隊長の所在は不明。顧問隊員のケースと違い、彼女は MP の監視を明確な意思で振り切った。もし逃亡罪に問われれば記憶消去もあり得ると。おそらく残された時間は多く見積もって5時間といったところでしょう。わかりました。どうするつもりです？私が直接連れ戻します。和倉隊長、立場上それができないことをあなたが一番理解しているはずだ。凪はみぞろぎに会いに行ったんです。あの闇と再び向き合うために。闇？管理官、西条凪は私にとって大切な副官です。失うわけにはいきません。西条凪です。本日付でナイトレイダー A ユニットに配属されました。私が隊長の和倉だ。そして彼が副隊長のみぞろぎだ。いい目をしている。次のミッションが楽しみだ。隊長、どうした？僕も一緒に行きます。副隊長を迎えに。ダメだ。困ります。これ命令ですから。命令？松永管理官から和倉隊長に同行するように。それに僕は副隊長に救われました。顧問隊員、しっかりしなさい。副隊長、もう少しで闇の力に負けそうだった僕をこの世界に引き戻してくれたんです。だから今度は僕が。分かった。ただし無茶する。はい。でさあ、どうして私たちだけ居残りなわけよ？いろいろあるだろう、理由は。いろいろって何？ビースト事件が発生すれば出動しなきゃならない。二人きりで隊長や副隊長もいないのに。まあ常識的に考えて別のユニットが出動するな。でしょ。まあいっかね。どこの色？ああ、何？よく見ておけ。これが俺の今の姿。俺の力だ。できれば英雄さ。
なんだ？ミゾロギってどんな男だったんですか？優秀だったさ。ビーストハンターとしての実力は正直俺より上だった。そんな。俺はミゾロギを信頼していた。そしてナギも。相当せよ！ターゲット消滅。第一攻撃体制解除。CIC、状況終了しました。待ってください。どうした？もう一匹近くにいます。何？まさか。すでに振動波の数値は低下してるはず。ナギ。ミゾロギ。俺ももう一匹ビーストが隠れてる気がしてな。大丈夫か？はい。その時俺は実感した。ミゾロギとナギ二人には同じ何かがあること。技術とか経験とかを超えたもっと根源的な戦場での資質のようなもの。迂闊に接近できない。俺が行く。隊長、バックアップ。分かった。抜群の射撃だったぜ。ミゾロギの厳しい指導に応え、ナギはビーストハンターとして着実に成長していった。だが俺はそんな二人の姿に漠然とした不安を感じ始めていた。ナギ、お前はなぜこの仕事を続けている？ビーストが憎いから。奴らを一匹残らずこの地上から抹殺したいから。つまりは復讐か。だったらあなたはなぜビーストと戦うの？俺か。俺は死にたくないからだ。え？俺は死ぬのが怖い。だから生き残るためにビーストを殺す。だが殺しても殺しても心が安らぐことはない。むしろ不安が増すばかりだ。最近よく変な夢を見る。夢？ジャングルを歩いていくと、その先に気味の悪い遺跡が現れる。
真っ暗な闇が俺を飲み込もうとする。恐れることなんかないわ。だってあなたは誰より強い人間だから。やっと来てくれたか。なに、お前だけが俺を理解できる。俺たちは特別な存在だ。それはお前もとっくに気づいていたはずだ。1年前の再会の証、それを持ってこっちに来い。一つ聞いていい？なんだ。あの夜何が起きたの？私を残しこの奥の闇であなたは何を見たの？真実だ。真実？そう、あの夜俺は本当の自分と出会ったのさ。最初から死んでるぜ。見ろ。殺した人間を人形のように操るビースト。なぜあの夢が。どうしたの？俺が先に突入する。え？二人同時に操られたらワクラと相打ちになる。だが一人残れば最悪の状況だけは回避できる。だったら私が先に。ダメだ。俺がビーストに操られたら迷わずて。ナギ、俺はお前の手で殺されるなら本望だ。あの時もし二人同時に突入していたら、逆に俺がお前を殺していただろう。それほどあの体験は素晴らしいものだった。ダーク、メフィスト。砕け散る！お前は、ビーストを殺すことを楽しんでいる。何？ビーストが人を襲うのも、人がビーストを倒すのも、全く同じだ。弱肉強食の世界で正義も善悪もない。あるのは強き者が生き残るという結果だけ。つまり力こそ全てに優先される真実だ。戸惑うことはない。素直に自分の心を解放しろ。そしてもっと強くなるがいい。貴様、何者だ？
私はお前の影、ミゾロギシーナ、お前が望むお前自身の姿だ。からこそ真実。確かにその通りかもしれねえな。アバよ、人間ども、ナギ、こっちへ来い。そうすればお前はもっと強くなれる。また一緒に戦おう。お前を理解できるのは俺だけだ。いただき！よう、隊長。何がお前をそんな姿に変えたかはわからない。だが凪を、お前と同じ闇の中へ行かせはしない。だったら力ずくで止めてみろよ。無駄だ。いくらあがいても所詮お前たちはただの人間。俺や凪とは違い、やがて淘汰される卑しい存在でしかない。ゾロギ、人の心を踏みにじるのがそんなに楽しいか。君は一体。姫はジュン、彼はウルトラマンです。ウルトラマン。また邪魔しやがって。驚いたか。俺はこの姿でも椅子を自由に操作できる。さらに ガルベルス、どうする？ここは光を飲み込む闇。お前に不利な空間で戦うか。聞くまでもない。傷は確かあの目だ。あの赤い光が。このウルトラマンを援護する。了解。驚くことはないさ。ここは俺が作り出した闇。お前たちの手出しは。なぜお前が。なぜ？決まってるでしょ。ビーストは全て私の敵だからよ。
最高だぜ、ナギ。終わったみたいだ。そうですか。で、彼らは無事だよ、今回はね。待って、一緒に来いと言うなら断る。でしょうね。隊長、ナギ、一度も嘘をつけないで、一度も後悔もしない。そんな日はあったから、ある日あなたに出会うまで、もう一人ぼっちじゃないって、 You are the only one。コードネームゴルゴレムには別の位相へ逃げ込む力、位相間移動能力が備わっています。この姿を現したゴルゴレムをメガキャノンバニッシャーで叩く。位相をまたいだ罠、クロスフェーズトラップを仕掛けます。クロスフェーズトラップ、最終チェッククリア。スキャニングパルス放射準備完了。